結構着てる感じがするけど、はい、着てますけど、すごいですね。いや、そんな着てないですよ、3枚ぐらいですよ。3枚、はい、あ、それは寒いですね。4枚です。4枚着てる着てるさあ、フレッシャーとね、このイベントをやるとなんか始まるなって感じがしますね、はい。まあ、開幕前ですから、うん、もういつもワクワクしてますね、はい、ワクワク。ちょっとね、僕ね、うん、テンション上がりすぎて、うん、ちょっと言います？うん、なになに、おー新ユニフォーム、寒い着る、まあでも着ないです。あ、これでいきます。わっ、はい、新ユニフォーム着たばっかりですよね。これいいですね、かっこいいですよね、はい、これ L なんですけど、うんうん、多分昨年の4月あたりに筋トレを始めて、はい、あの引退して5、6キロ増えたんで、はいはい、おそらくその状態で着れるやつじゃなかったんですよ、うん、でまあ絞ったんで、多分パンパンですね、はい、パンパンだったんで、まあ、L で今年はいけるかなと、はい、いい感じですよ、はい、いいですか、いい感じですか、いい感じ、こんな感じですよ。うわー、かっこいい、はい、小路さんもショット取ります皆さん最後で、最後、最後、今いい、はい、はい、はい、ということで、まずどうしましょうか。ルヴァンカップの嬉しい話からいきます、はい、そうですね、ね、はい、2対0の勝利、はい、どう見ましたか、小池さんは。まあ、1点目も、うん、あのかなりこう攻撃人数かけて、はい、まあ、左サイドから、うん、まあ、森島から、うん、森から逆サイドのハイネルに振って、はい、その折り返しを、うん、まあ、ドグラスが、はい、ビエラが決めて、はい、でそのドグラス・ビエラの後ろにはもう青ちゃんが待ってましたから、うん、ボランティア選手そこ入ってきてますし、はい、まあ、やっぱ人数かけてるなっていう、うん、まあ、そういういいゴールだったなと思いますし、はい、まあ、2点目の後半、うん、立ち上がりですけど、うん、まあ、高い位置でプレッシャーをかけて、うん、まあ、森氏から、はい、最後はレアンドロがゴール決めたっていうのも、うん、まあ、今年のこうサンフレッチェの、まあ、サッカーのスタイルが、ね、まあ、出たゴールだったかなと。ですよね、はい、す、高い位置で取ってショートカウンター、はい、そうね、本当ジョークさんがやりたいサッカーでしたね、2点目を。そうです ね、すごいいいゴールでした、うん、あの2人がまた取ったっていうのがまたいいですよね、フォワードで前で。まあ、今シーズンはこの2人がかなり得点源になると思いますし、うん、まあ、2桁ゴール以上は2人でやっぱ取ってくれると、うん、まあ、ゴール数がね自然と増えるんじゃないかなと思います、うん、はい、ね、いい試合でした。見ました皆さん、ご覧になりましたか。あ、見ました見ました、はい、なんかすごい気持ちよかったですね。は、試合の入りからめちゃめちゃ良かったですよね。なんか、まあ、そうですね、あの、うん、アグレッシブに入ってましたし、うん、まあ、非常にいい戦いがね、うん、まあ、できたんじゃないかなと。まあ、後半から、うん、まあ、サイドプレーヤーでね、はい、あの浅野選手と、うん、それから藤井選手が来ましたね、はい、まだ大学生ですけど、はい、まあ、非常にこう期待してもいい、いいのかなと、うん、はい、監督も評価してますね、はい。藤井選手、最初から出るってすごいですね、大学さん。すごいですね。ね、まあ、まあ、宮崎キャンプからですかね、合流して、うん、はい、まあ、そこからかなりこう、ね、評価も高まってますし、うん、まあ、大学生ですけど、もう契約もね、はい、あの、サンフレッチェしてますので、うん、まあ、開幕からね、もしかしたらこう見れるんじゃないかなっていう期待します。ね、はい、そうですね、はい、あの藤井選手のことを誰に似てるって言ってましたね。誰と誰と似てるって川崎フロンターレの小林優って言ってるんですけど、みんな見てくださいね。どうです、結構似てないんですよね。まあまあ、顎の、顎の、まあまあ似てる感じですけど、似てると思うと、チラほら、そうでもない、そうでもないよね、これはそうでもないんだ、これが。この間のイベントの時もね、ああ言うたんですけど、全然ね、そうでもない顔してましたね。ああ、そうかねみたいな顔してましたね、みんな。ああ、でも楽しい、違うか、違うかって感じ。いや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 、でもボランチどうでしたか、青山選手と川辺選手。いや、良かったです ね、ボランチ2人やっぱバランス良かったですし、うん、やっぱその6番と8番がね、はい、やっぱ並んでるっていうのはやっぱタイトル取った時の、うん、まあ、青ちゃんとカズ、はい、まあ、この2人鉄板でしたから、はい、まあ、それがこう今シーズンね、うん、また蘇って、はい、カズ以上の、ね、活躍を早送りしてくれたら、うん、まあ、タイトル見えてきますね。川辺、ね、はい、選手ボランチのポジションもやりたいってね、前から言われてたけど、はい、良かったですね、本当。良かったですね。キャンプでも僕見たんですけど、うん、
まあ、彼はね攻撃がやっぱり非常にこうテクニックあって、はい、あの得意な選手ですけど、うん、まあ、守備もかなりレベルアップしてますし、うん、あのインターセプトとか非常にこう、まあ、数のね全盛期を見てるような感じでしたから、はい、まあ、両方できるとさらにこう成長して、うん、まあ、日本代表とかそういったレベルに、まあ、引き上げられるんじゃないかなと、うん、はい、思います。ね、川辺選手一本すんげえ削りにいってるのがありましたね。いったですね。はい。六段選手もあって。まあでもああいうの大事ですね。ね、はい、ああいうところが、まあ、チームの士気ね高めますし、うん、まあ、サポーターの方もね、うん、ああいうこうアグレッシブで、はい、激しいプレーっていうのも期待してると思います。うん、はい、ね、今日10番の森島選手のユニフォーム着てる方は、ね、結構いらっしゃってさっきステージに来られたんですけど、はい、森島選手も良かったですね。まあいいですね。ね、やっぱりそのねテクニックあってやっぱ簡単にボール取られないくなってますし、うん、やっぱ得点絡むっていうのはね、うん、彼もこう評価上げる一つポイントになると思うんで、はい、まあ、10番背負ってね、うん、まあ、1年間戦ってほしいなと、ね、まあ、怪我もせずに、うん、まあ、オリンピックもありますし、そうですよね、まあ、そっちもかなり、ね、意識して、うん、プレーすると思うんで、はい、はい、まあ、いいパフォーマンスをスタートから出してほしいなと思います、はい、ね、え、森島選手なんかすごい自信がついてるような、うん、もう自信ついてます ね、 ね、感じがすごいしました。やっぱりね、昨年のねこう、まあ、途中からでしたけどレギュラー掴んで、まあ、そこからはもう本当に自信持ってプレーしてるなっていうのは感じます、うん、ね、はい、ポジション取りもなんかいいところに、あれと嫌なところにいますね。あ、嫌なところいるんで、うん、まあ、やっぱ10番といえば移籍しちゃうという背番号なんでそれだけはもう本当に やっとしてないんで、はい、まあ、やっぱ何年かね、うん、こうサンフレッチェで活躍して、まあ、世界に、ね、羽ばたいてほしいなと思うんで、うん、まあすぐね、夏とかに行ってほしくないですよね。確かに、それやるとしいですね。でも代表に行っても森島選手、サンフレッチェが気になってるじゃないですか。あ、まあ言いますね。はい、意外とね、はい、環境は広島好きなんで。人見知りですよね。人見知りだと思います。はい、ということでね、ルヴァンカップ勝って、23日いよいよ、はい、リーグ戦始まりますけど、鹿島との対戦。そうですね。まあ過去、振り返ると、うん、まあ、開幕戦で鹿島アントラーズと戦って、まあ、ホームでも負けてますし、うんうん、ホームで2試合負けたのかな。いや、ね、負けましたね。まあ、データ的にはね、はい、そうですね、2試合負けてるんで、ホームとアウェーでしたかね、うん、2001年だったかな、トゥーリオがね、ほぼどうやって見た、覚えてます？あれ、あれ国立ですよね、国立だったかな、あれ、はい、そうです、初スタメンで初ゴール決めて、でも負けたっていう試合だったんで、はい、この3度目ね、正直で、うん、しっかり勝ってほしいなと思います。ねえ、はい、まあ、鹿島の話もなんですけど、まあ、ちょっとキャンプの話も、せっかくなんで、はい、浩二さん行かれたんで、はい、キャンプ行かれた方、見に行かれた方、いらっしゃいますか？あ、いらっしゃる、いらっしゃる、あ、ね、あ、いらっしゃる。で、宮崎、鹿児島、どっち行かれました？宮崎、鹿児島の人、はい、鹿児島、行った宮崎行った？本当？いや、本当ですよ。え、浩二さんは？僕、両方、はい、両方、うん、どうでしたか？でも、1日しか、まあ、2日しかいなかったんで、うん、まあ、でも本当、雰囲気良かったですし、うん、まあ、何よりこう、新加入選手が、うん、やっぱりその、ね、去年から昨年からいるメンバーと、はい、やっぱこう仲良くしてる姿とか、うん、見ると、やっぱりサンフレッチェらしいなっていう。うん、まあ、それは感じました ね、 ねえ、はい、デジッチも今回すごい、デジッチどうでした？デジッチ、そういえば新しいメンバーばかりでしたね、出たのが多かったですね、はい、まあ、出会いしたし、青山選手も出たけど、青ちゃんの ねああいう姿多分見たことないと思いますけど、はい、まあ、でも僕も宮崎行って、うん、まあ、インスタライブ、まあ、見られた方何人かいらっしゃると思いますけど、はい、やっぱり彼はやっぱその、うん、どっちかというとね、こう古豪の天才じゃないですけど、うん、なんかね、こう誰かとつるむってよりは、はい、まあ、自分のね、ペースでやる選手ですけど、はい、まあ、若い選手をこう巻き込みたいって言ってましたし、うん、まあ、やっぱりサンフレでね、劇場をまた復活させて、うん、なんかより前ね、毎試合ね、勝利して、はい、まあ、そういう劇場をね、皆さんにこう見てもらうっていうのも一つ、ね、はい、サービスの一つかなと思うんで、見たい方、劇場、ね、歌いたいですよね、あの勝った後ね、
そうですね。ね。はい。まあでも強烈だったのはやっぱ名古屋ですよね。ああ。名古屋のベリッチがすごいですね。あれ完成度が。誰あれ指導やってた人。なんかよく見たことある人だったんですよ。名古屋の人。あれ多分普段のトレーニングよりあのベリッチに命かけてますよね。こっちの方が仕上がりがいいんじゃないかなっていう。いやすごい。あの歌すごいですね最後の。すごいし。多分あの本当芸人になるんじゃないですか引退したらなった方がいい本当に M1 か R1 かなんか出てほしいですね。ねえ絶対面白いですよ。そんな感じがしますね、はい、でもねもう人のチームばっかり言ったらあれですけどあんなにこう選手全員巻き込めるってすごいですよね一体に。そうですね、まあ、監督をねプールに落としてたしまあその後律儀になんかあのありがとうみたいなああいうところが千葉ちゃんのね、いいところなんで、はい、まあでもああいうことをやることでやっぱ雰囲気良くなるし、うん、まあやっぱりあのピッチ外のムードメーカーとして ね頑張ってますよね。ね、はい、いや本当大事な選手ですよね。そうですね。広島もああいう選手はね、やっぱり主導権を握って、まあ、そうですね、うん、まあ一人欲しいですね。誰がなってくれますかね、今年あそこまでも僕なくてもいいけど、まあ、意外と土肥広大とかドイツ選手一発目でしましたね。一発目は面白いですよ、うんうん、面白いんで、はい、まあ誰か試合出てねキッチン立って三塁劇場とかね、はい、なんかまあ1年目ですけど、うんうん、ちょっと引っ張ってもらいたいですね。劇場をやるってなったら誰が出てくれますかね。増田選手帰ってきたじゃないですか。そうです、マスと、はい、まあでも意外と林拓人とかいじりたいよね、みんなで切りますね。みんなでいじった方がいい。大丈夫、みんなでいじった方がいい。そうです、はい、どこいじります。林拓人でいじるとしたらどこいじります。え、はい、1箇所しかないですよ。はい、確かに、はい、どこいじります。いや言葉で言われて危でしょ、危でしょ。そういうなんか雰囲気がね。大選手のコーイさんとカズさんだから、はい、いじれるんじゃないですか。あれ僕ら2人はいじれます。はい、若手がいじると多分タイキックですよね。絶対にタイキックだから、それでも高本ちゃんが、はい、あの顎ちょっといじった時にどうなるかって絶対分からない。もう仕方っすかって言ってガン無視されます。取材受けてもらえます。そうそうそう。どうやってこうやって待っとけばいいですか。いやもうあのマイクをこうする感じで顎触るみたいな。はい、これでマイクいらないってことですよね。だからマイクついてるから、マイクついてるからこう、タクトが見てたらやばいね。まあ見てないから、まあ、いや動画撮ってる人もしね、ツイッターとか上げたらこれ見られちゃうんですね、インスタとか。いない人のこと知りまくってる、まあまあ。あとで怒られますので。でも喜びますよ、小井さんに知られたら。はい、まああのね、それこそ宮崎で、うん、はい、パンケーキも一緒に食べに行ったんで。そうなんですか。はい、タクトさんと、はい、タクトに僕が誘われて、うん、小井さん昼後は、まあ、昼後というかの練習後、はい、あの時間ありますかって、うんうん、ああ全然あるよって言って、うんうん、えどこ行くのって言ったら、うん、ちょっとカフェなんか行きたいカフェがあるんですって。え、2人で。いやあのもう一人いたんですけど、はいはい、3人で行ったんですけど、うんうん、なんかカフェがあると、うん、いいとこあると、はい、じゃあ行こうって言って、うんうん、どこに連れて行かれるのかなと思ったら高級食パン、まあ、それもインスタあげましたけど、うん、ストーリーあげましたけど、うん、まあね、似合わないです。似合わないけど、見ました見ますよね。ああ見てる。似合わないけど、うん、でもね、結構ね、こう、あの丁寧に切るんですよ、パンを。へぇー。まあ、A 型なのかな。どんなやつのパンで、本気パンケーキの感じの。まあ、なんか食パンの、なんか、はい、なんていうんですかね。まあ、クリームたっぷりな感じじゃなくて、いやクリームもあるし、クリームとアイスクリームと蜂蜜がこう、うん、女子これ絶対取らんと、うん、なんかね、皆さん多分イメージないじゃないですか、はいはい、あのデザート食べてる。確かに。だからこれ絶対取って、あのストーリーマギーさんのね、インスタあげようと思って投稿したら、はい、やっぱりね、タクトもね、なんであげるんですかみたいな、うん、いや言うてましたね、うん、まあでも皆さんね多分喜ばれたと思うんで、いやまあああいうなんかギャップがね、うん、やっぱあるのが選手なんで、はい、そこをやっぱり僕は今シーズンも、ね、取っていきたいですね。、はい、いやそれはいいよ。
は甘いの食べられるんですね。甘いのはやっぱり選手たちはあまり本当はね、うん、あんまりあの食べたらいけないんですけど、うん、やっぱり疲れた時とか、ねうん、たまにはね、たまには本当、やっぱ食べたいっていう時もあるんで、はい、やっぱ糖分ですから、うん、もちろん選手だけで皆さんもね取りすぎたら良くないじゃないですか。はいはい、だけど、まあ、選手たちもそうやって、うんまあ、気分転換じゃないですかね。ね、そうですよね。まあ、どこ連れて行かんのかな。え、コーチさん何食べたんですか。僕も、はい、一緒の。はい、はい、どうしたんですか。あ、もう良かったですね。はい、宮崎行ってパンケーキ食べるとは。パンケーキね。いや、美味しかったですよ。美味しいけど、目の前がタクトだから、あ、いたちおじさん同士で食べるんですよ。おじさん2人で食べるんですよ。なんかね、だって周りのお客さんやっぱりもう女性ばっかりですから。いやーそりゃそうですよね。なんか変な感じですよ。いやーいいなー、見たかったその感じ想像したらいいですね。インスタ見てくださいあ後であげましょうか、まだ残ってるから。見たい見たい、後でストーリーあげます。見たい見たい、うわー見たいわー、まあ、でもこのタイミングだけではおかしいですよね。何の写真みたいな。やめよう、やっぱりやめよう。じゃあ宮崎はじゃあトレーニングを見て、はい、ちょっとオフも、はい、オフというか楽しんで。まあそうですね。ねえ、はい、選手のこう感じはどうでしたか、キャンプで。まあでも本当にやっぱり一番良かったのは、うん、怪我人が一人出ないっていうのは、過去振り返ってもないんじゃないですか。やっぱり一人か二人は絶対そのハードワークして、はい、ハードなトレーニングするんで、やっぱり怪我が出たりとかいうのがあるんですけど、今シーズンねこうキャンプ通して、うんまあ、怪我人いないっていうのはすごいことです、ねはい、みんなが意識高いんだろうなと、はい、やっぱそのタイトルを目指すっていうところをやっぱ意識してますし、うん、やっぱその5年ぶりですかね、うん、2015年からちょっと遠ざかってるんで、はい、そういう意識はやっぱり監督もねもちろんこの2年間、うん、あのいい成績でしたけど、うん、やっぱりそのタイトル一歩届いてないんで、うんまあ、そこの意識はやっぱあるのかなと思います、うんはい、池田フィジカルコーチがあのオフの間もちょっと走っておいてくださいみたいな感じでね、はい、なんか選手に言ってたみたいですね。そうです ね, ねこう、まあ、オフだから休むんじゃなくてオフでも少し体を動かしてないですけど、そういう体のケアとか、うん、やっぱりみんな真面目で非常にやってるんじゃないかなと思います、はい、新加入選手はどんな感じでした。本当長くなってましたか。まあ、そうですね、まあ、長井選手龍じゃなくて龍ですよね。長井龍君は面白い存在になりそうですね、まあ、プレイヤーとしても、うんまあ、いい選手だと思いますし、はい、そのピッチ以外のところも、うんうんまあ、関西人なんですよね確か、はい、関西人なんで、まあ、矢部っち見てもねああいうことやっぱりやるんで、意外とあのサウナチ劇場一番先頭になってるんですよね。そうか、そうだね、長井がいますね加わりましたね今。長井に僕はあの仕込んでおきますよ。あの資格とかもうサウナと行けと行けますか。そこ行け、そこ行ったらすごいですよ。いやでも行きそうな気もしますね。いや多分彼やってくれます、ね、じゃあ長井選手も入りますね。はい、長井林選手、はい、増田選手、増田行きます。うん、まあ、あと誰だろう。まあそこに青とか浅野選手、浅野とか浅野選手、まあ青ちゃんとか、はいはいはい、はい、やっぱこう普段ねやりそうにないメンバーがやってくれたらね、うんうん、まあその入ってれば入ってくるとかね。めちゃめちゃ面白そう。それもいいですね。ね、はい、入ってくる面白いですもんね。結構いじられてますもんね。そう、松本ひろやね。ヒロヤに結構なんかブサイクとかね、最近あんまねめっちゃブサイクみたいな、ね、言ってた言ってた、まあ、ああいうのがねサンフレッチェのこう良さっていうか、うん、雰囲気やっぱいいなと思いますねえ、はい、いやー劇場が今シーズンは、はい、ねやっぱ成績がこう良かったらこうどんどんできるから。そうですね、勝たないとねやっぱできないんで、やっぱ勝って、うん、やっぱみんな、うん、皆さんとね、うん、こう勝利をね分かち合う、まあ、そういう劇場 ね, ね、はあ、やってほしいですね。そうですね、はい、新加入選手他にはこの選手こんな感じだったなとかありますか。浅野選手、クシミキ選手もいるし、はいまあ、帰ってきたところでは田島選手とか、はい、増田選手、はい、どんな感じですか。いやもうそのやっぱりマスとかチャージっていうのはもうサンフレッチェでやっぱりやってきた選手なんで、うん、やっぱりその戻ってきた、うんまあ、その競争の中に入らないといけないっていうのは
非常にこう感じていると思いますし、まあ、実際こうメンバーにね、まだ体力ないんで、まあ、そこはまあ少しねこう辛抱強くやんないといけないですけど、まあ、やっぱりそのサムレッチェのこの雰囲気とか、そのファミリー感というのは、やっぱり一回外に出てるからこそ、やっぱりその良さってやっぱ感じたっていうのは言ってたんで、その意識とか、その経験とかも含めて、やっぱり外であのやってきたものをこうサムレッチェでね、しっかり出してほしいなとは思います。なんか茶島選手、大人な感じ、2年間しか出てなかったけど、すごいなんか大人っぽくなって帰ってきたな。なんかまあ落ち着きましたね。なんかすごい落ち着いてます。でもやっぱり自分の良さっていうのも出さないと、やっぱりなかなか試合に、ね、使ってもらえないと思うんで、やっぱチームとしての戦いもそうですけど、まあ、個人でどれだけこう自分の、ね、武器を出し切れるかっていうのは大事になってくるかなと、はい、思います。いろんな選手いますけど、小石さん注目してる選手とか。まあよくね聞かれるんですけど、はい、まあでもやっぱ早尾と森氏じゃないですか。やっぱ8、10が一番変わってるし、まあ、そこはねこう個人的にはね楽しみですし、まあ、その切り札的な存在でいうと、まあ、藤井とか、はいはい、まあ、あと本当やっぱ背番号7番の選手ね、毎回必ず、まあ頑張、まあ、本当頑張ってほしい、毎回言いますけど、本当頑張ってほしいかなっていう、ね、はい、まあ、悔しさはね、そうそうそう、当然やっぱ持ってるし、まあ、それをねこう少ないチャンスをやっぱこうカップ戦でしたり、普段のトレーニングで、まあ、どれだけぶつけられるかっていうのは、まあ、大事になってくるんで、まあ、そこは本当、まあ、我慢しながらやり続けるしかないですね。はい、あの悔しさを小井さん、はい、あの選手の時はどういうふうに出してたんですか。もちろんずっとピッチに立ち続けられるわけじゃないじゃないですか、小井さんも怪我したりとかもあったじゃないですか、そういう時どういう気持ちでした。まあ、そうですね、やっぱりメンタル の, その波っていうのは非常にありましたけど、悔しさとか、まあ、自分がこうできないもどかしさとかありましたけど、まあ、でもそういった中でもやり続けないといけないのが、ね、やっぱプロの世界ですし、そこで、ね、こうメンタルが落ちて、まあ、やらないともうさらに試合出れなくなるので、まあ、そこはやっぱり選手たちは意識して、特に試合に出れてない選手はやっぱりその試合に出ている選手よりもやっぱハードのね、やっぱこうトレーニングというか努力しないと、まあ、そこ追いつかないんで、はい、そういった、まあ、意識でやってほしいですね。はい、昨シーズンの戦いを見て、今シーズンこの辺もっとこうしたらいいなっていうのこのためになってありますか。サッカーですか。サッカースタイルですか。はいはい、いやもう今シーズンその、まあ、ショートカウンターでしたり、おそらくボール奪われた瞬間にボール奪いに返しにプレッシャーかけに行くと思うんで、まあ、あのボールをしっかり握った、まあ、主体的なサッカーといいますか、ポジションサッカーは、やると思いますけど、それプラスアルファそのスピードがある選手が非常に加入しているので、まあ、よりこうスピーディーな、まあ、サッカーはこう展開されるんじゃないかなと。はい、やっぱり相手ね、こうディフェンダーがやっぱ少ない状況の中で攻撃に行きを仕掛けた方がやっぱりゴールって生まれやすいので、まあ、そこはかなりこう高い位置にまでね、こうプレッシャーかけて、はい、あのよりこう多くのね、まあ、やっぱゴールを期待したいなと思ってます。はい、あ、そういえば青山選手の縦パス良かったなと思いました。はい、すごく何のシーンですか。ふっと思い出してください。はい、ルバの時、なんか先発で青山選手が縦パスでこうボール配球してるのみたいな、ね、嬉しいなと思いました、まあ青もね、あの昨シーズンこの時期はね、やっぱりまだ怪我で離脱ね、していたんで、はい、やっぱ今季にかける思いはね、非常に強いと思いますし、まあ、34の年ですか、 5ですかね、4、5、まあ、早生まれなんで、まあでも明日ね、誕生日ですから。あ、そうだ、はい、あ、にゃんにゃんにゃんだ、34ですか、2月22日、あ、2月22日、はい、ですから明日ですね、明日34歳、そうだ、はい、ね、だから皆さんとね、まあ明後日試合ですけど、はい、しっかりと勝ってね、うん、青ちゃんのバースデーを歌ってくださいね。本当だ、誕生日おめでとう。はい、そうですね、歌って ね, ね, いですね、はい、喜びますね、きっと。はい、だからなんかやってくれますよ。あ、まあ、全部脱ぐじゃないですか。脱いでるんだ。結局脱ぐ、結局脱ぐんですか。脱いで34とかって書いとったらすごいですね、青はね。ね、そこまで仕組んでくれたらね、はい、あ、青って変わったんだなって、めっちゃ吹っ切ったんだなみたいな。いや、言えないですよ。言えない、それは言えない。確かに、ああ、試合の前に34って書いたら
書いたね。ちょっと ね、まあ、誰かに言っときましょうかね。若い選手に。はい、はい、さあ23日鹿島アントラーズ戦ということで、はい、楽しみですね。本当ね、いろいろなんか催しもあったりとかね、はい、まあ、もちろんそういうイベントね、こともありますし、うん、まあこれまで以上に、うん、まあ今年ね、こう新社長を迎えて、うん、開幕告知活動も含めて、うんうんうん、非常にこう PR をね、たくさんやってるんで、そうですね、まあ本当こうなかなかね、サンフレッチェ広島に馴染みがない方がね、はい、多くね、来てくれることを願ってますし、うん、もちろんね、皆さんにも、うん、スタジアムね、足を運んでいただきたいですけど、うん、はい、やっぱり2万人はね、ちょっと行きたいかな、ね、まあ1万8000、うん、9000くらいなんですよ、見込みが、うん、まあ、そこ2万、やっぱりね、行ってほしいんで、うん、まあ、ここにおられる方、みんな、おそらく来られると思うんで、ね、何人ぐらい呼ばれますね、皆さんがね、1人ね、ね、1人100人友達ね呼んでもらったら ね、 そうですね、いっぱいになりそうですね、うん、はい、ね、でもあれ本当テレビいっぱい出てるじゃないですか、選手が楽曲出て、まあ、大迫選手が肉焼いてましたよ。クッキング見ました？大迫選手が RCC のね、今生でお肉焼いたりとか、はい、してて、コウジさんが昔出たやつです。コウジさんが昔出た。まあでも選手がね、やっぱ出るとすごいね、親近感湧くと思いますし、やっぱり選手もこう知ってもらうことでね、自分の価値って高まると思うんで、まあ本当にああいう形でね、どんどんこう協力して、まあテレビ局の方にもね、協力してもらって、まあサンフレッチェをどんどんね、アピールしてほしいなと。本通りもね、はい、みんなで歩いて、はい、歩いてたんですね、はい、で、清水浩平がね、そう、浩平君もそうなんです、撮ってました ね、 ね、動画ね、ね、はい、清水選手の動画良かったですね、あれ良かったですね、はい、さすがバレンタインで1位になる人はね、いや、バレンタイン1位は納得いかないですよね。ここで清水浩平ですよ。これまでも言ったじゃないですか、はいはいはい、多分、ベスト3とか入ってなかったです、多分おそらくない気がしますね。誰かがもしかしたら一人公平のことが大好きすぎて、はいはい、10個ぐらい全部、はい、やってる人がいるんですかね。はい、いるらしいです、ね、いるらしい、いるらしい、やっぱりやっぱそうなんだね。まあでも結婚してるのにバレンタイン、ね、うん、チョコバー1位っていうのは夢ありますよね。ねえ、ねえ、はい、昨日言ってました、祖母のあの朝からちょっと美味しかったって言ってたから、ああ、ね、いや1位ね、1位ですね、悔しかったんですよね。カズさんだったかな、はい、公園に負けるのはちょっとって、あいつ意外とプライドありますからね。1位になりたいんですよ、何でも、カズさん、はい、チョコでも、チョコでも1位になりたいですよ、多分負けず嫌いで途中まで1位だったって言ってました。暫定1位になってましたね。そう、はい、でもやっぱそこからこう落ちましたね。選手こう言ってましたから、公平は納得がいかんって言ってました。いや、それはもう全員の思いですよ。選手全員の思いです。思ってるんですか、公平みたいな。まだそれだったらサンチェが1の方ですよ。サンチェが人気なんで、公平はなぁと思って、公平好きな人、あ、そうなんだ。ということですよ。いないのに石倒してね、いやいやいや、もういないから。これ絶対ツイッターとかインスタ上げちゃいけないですね。撮ってる人は、見るんですから、選手は見るんですよ、多分。ハッシュタグとかつけたら見るじゃないですか、あ、出てくるから、ハッシュタグ禁止ね。怒られちゃう、ハッシュタグとか。いや、もう切りすぎじゃん、こういったんで、いないところでみたいな。はい、さあ、ということで、お、いい時間になってきましたね。はい、はい、23日、鹿島アントラーズ戦、皆さん、はい、ぜひ行っていただければと思います。ちょっと僕はいないんですけどね、ちょっとすみません、東京組んで、はい、関東のサポーターさんも大丈夫ですね、はい、もうちょっとね、東京のサポーターの方と一緒に、はい、試合見て、楽しみたいなと思ってます、はい、しっかりマスクしていきます。あ、そうですね、はい、本当に気をつけてくださいよ、ね、本当に、ね、コウジさん帰ってきたらみんなめっちゃ消毒し握手するかもしれないですよ。その可能性ありますね。ね、はい、ベタベタの手で握手しますね。さあ、ということでトークショーはいいお時間になりましたが、スプラッシュのみんなとサンチェは大丈夫
はい、さあということで最後はみんなで集まってもらおうと思います。じゃあスプラッシュとサンチェ来てください。お願いします。